ジーニーのように魔法のランプから出て笑わせるよ。魔法は使えない。音楽を聴いて、まあ、心のケアじゃないですけど、そういったことを、まあ、高校時代からずっとやってきて、今度は自分が誰かにそういった思いを届けれたらいいなと思って音楽活動を始めました。いつか川崎鷹也さんと一緒に感動を与えられたらいいなと。今まで練習してきたことを存分に発揮するだけです。アンダーザスクリーム2022に開催決定。バッドニーと木島高原パークがお届けする新しい野外音楽イベント。遊園地で思いっきり遊んでライブも楽しめる。出演アーティストはこちら、アンダーザスクリームで検索。